それではね、荒織タイプのですね、ナチュラルコットンのね、紹介になります。はい、でまずね、この生地なんですけども、ベースがね、綿 100% で使いやすいね、生地になってるんですけども、一番の特徴がこのね、少しこうざっくりとしたこう粗めの織りがね、特徴になっております。でこの織りがね、すごくこうナチュラルなね、ルックスをね、こう表現してくれるのでね、また平織りのね、生地とは違ったね、すごくこう使い方もね、特徴的な使い方がね、できるんじゃないかなと思います。はい、でカラーもね、基本的にはこうベーシックで使いやすいね、ホワイトカラーになりますので、その辺もね、やっぱりこう綿素材のね、ちょっと肉感がある、それプラスホワイトカラーって本当にね、幅広い用途で使えるので、その辺がね、この生地のね、特徴なんじゃないかなと思います。はい、で厚みなんですけども、厚みはですね、イメージで言うとね、綿麻のライトキャンバスぐらいの程よい、中肉厚なんですけども、程よい肉感があるようなね、厚みになります。なので基本的にはね、洋服だったら軽く羽織るようなアウターですね。あとはさまざまなね、ちょっとこう肉感生かしたね、用途でね、使っていただきたいなと思います。はい、で風合いもですね、肉感と比例してですね、程よいしっかり感もあります。で綿なのでね、やっぱりこう洗っていけばね、どんどんね、ナチュラルでね、こう柔らかい風合いに、ね、変化していくんじゃないかなと思います。はい、で最後にですね、生地幅なんですけども、これもね、ちょっとおすすめポイントなんですよね。135幅といってね、すごくね、こう幅が広いタイプになりますので、洋尺の方もね、余裕を持って使っていただけるタイプなんじゃないかなと思います。でプラス、ごめんなさい、これで、ね、お値段の方もね、非常にリーズナブルでね、買い得プライスになってますので、ぜひね、いろいろな用途に使っていただきたいなと思います。